サイラス・グリフィンは、連合契約下の連合会議第10代かつ、最後の議長である。その任期は1788年1月22日から1789年3月2日である。前任者は、アーサー・セント・クレアであった。議長就任に先立つ1787年9月17日に、アメリカ合衆国憲法が採択されており、グリフィンの就任中は、各法で、 その批准のための議論が行われていた。1788年6月21日のアメリカ合衆国憲法の承認に伴い、新しい合衆国政府設立の準備が連合会議とその議長の任務となり、政府発足により議長職は廃止された。1749年にバージニアのファーナムで生まれた。イングランドで学び、そこにいる間に、 第6代トラクエア伯爵、ジェームズ・スチュアートの娘、クリスティーヌ・スチュアートと結婚した。バージニア議会議員となり、1778年から1781年、及び1787年から1788年に、大陸会議及び連合会議の大議員となった。1788年には、上記の通り連合会議の最後の議長を務めた。 開示最高裁判所の開設から閉鎖まで裁判長となり、1789年にはクリーク族に対する監察官を務め、1789年12月から1810年12月14日に死ぬまでアメリカ合衆国バージニア地方裁判所の判事を務めた。不正確なウェブサイトでグリフィンはアメリカ合衆国大統領と主張しているが、実際には 連合契約家の最後の議長であった。歴史家たちはグリフィンの肩書きとその責任はアメリカ合衆国憲法で作られた大統領職とは違うものとしている。ありがとうございます。